寒いですね。もうお酒が。これどういうことなんですかね。なんかか、あ、西川橋港。西川橋港。セキュリティが話した。さっきこれぐるーなに。そうだよ。はい、皆さんおはようございます。時刻は3時54分です。今日はですね、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、あったんですけども、まあ、そのゴールデンウィークの中に、まあ、後半戦とかは、そのままお仕事という方もおられるんですけど、まあ、会社によっては、まあ、金、あ、木、金は、休みだったりするんですよね。まあ、それで、それからの日曜日の今日が月曜日ということで、まあ、アンオフィシャル的には、まあ、ゴールデンウィーク最後みたいな感じになりますよね。はい、早速、ありますね。ライチヨーグルト、ボトルっていうか飲み物系が多いですね。はい、出ます。はい、まあね、路上飲みね、まあ、友達とかね、まあ、若い子いるんですけど、まあ、そういう人たちにね、まあ、いろいろ聞くわけですよ。まあ、なんで、なんか、まあ、別に、ね、外だし、まあ、俺たちが、ゴミ捨ててるわけじゃないし、みたいな。それなんか、すごい悪い目でね、見られるのが嫌だとかね、別に、その、密じゃないとか、いろいろ、あるんですけど、やっぱりね、なんか最近は、ね、外で飲むのが、いろいろと、ね、言われちゃう感じになってますもんね。喉の場所です。アイスコーヒービールの缶です。下コーラ多いですね。コロナのビール、コロナビール、ハイボール、
西川橋交番です。以前ちょっとお世話になったんですけど、紛失物というか落とし物で、ちょっとこれから駅の方に向かっていこうかなと思います。まあその缶とかペットボトルの量で、まあ、どれだけのね飲んでる人がいるのかっていうのが分かりますよね。まあ、もちろん路上飲みじゃなくて歩き飲みの人もいるかとは思うんですけども、まあその分かってもらいたいのはその缶以上にゴミもあるっていうことなんですよね。まあ、ここが早めに閉めてますね。24時間なんですけど、入ってます。缶チューハイ。はい、岡山駅前です。到着しました。ここもね結構多いんですよね、缶が。早速ありました。やっぱここはね多いですね。入ってます。はい、ここもお酒がね、これもお酒ですね。めっちゃ落ちてますね。全部他やセットですね、完全に。もうスルメっていうかなんかそういうのとかドンキで買ったねやつだと思うんですけど、こう謎、あ、これは多分椅子にしたのかもしれないですね。寒いから絶対ね、このパンフレット。はい、はい、というわけでお疲れ様でした。30分ぐらいの清掃だったんですけど、30分で口内取れました。もうほとんどねお酒ですよね。そのプラスアルファね、お酒この缶についだけのこの缶以上のゴミがあったってことを理解いただけたらなと思いますね。はいはい、資源回収。
岡山県のね、まあ、これがちょっとでもねなんか観光の役に立てればと思いまして、捨てようかなと思います。はい、というわけで今日はこんな感じで終わりました。なんかね前より缶の量が確実に増えてますね。まあ外飲みね悪いわけじゃないんですけど、やっぱりそのね難しいですよね。なかなかポイ捨て増えてますもんね。はい、というわけで今日こんな感じでお送りいたしました。日に日にね増えてきているということで、まあ今日ちょっと寒いんですけど、やっぱその中で、外でね楽しまれて、後片付けをねしない人たちが、いるとまたということで、今日はありがとうございました。それではまた。ご視聴ありがとうございました。というわけで個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいつも動画見てくれてありがとうございます。こ、はい、の動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいとまでのブロックスライチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。